今回はこんなボードを書いてみました。 YouTube 校動画コンテンツ編です。まあ業界地図みたいなことを今回書いてみようと思うんですが、 YouTube に対する YouTube に至るこの歴史みたいなのを踏まえた上で、今の、まあ、百花両 YouTuber 百花両乱ぶりとかあると思うんですけども、何気にネットウォッチ歴長いんでいろいろ説明しようと思うんですが、まあ昔日本でも動画コンテンツ を提供するサービスって、まあ今でもあるんでしょうけど、有線、今現 U-NEXT っていうのありますよね。結構早い時期からやってたんですけど、すごくリーマンショックの前だったのかな、そのホリエモンとかの事件の時にものすごい下がったんですよね、株価でいうと。その時に株私持ってまして、でもちょっと時期尚早だったんでしょうね。まあ今だったら動画配信は当たり前になってるんで、今は旬だと思うんですけど、さすがに早すぎた、あの夢がありすぎたんじゃないかなみたいな思いますよね。ニコ動ってなんか安定してますよね。かなり長い歴史あると思います。ニコ動、まあ現角川ドワンゴになっていろいろあって、角川になってるんですが、今すごい株価上がってますよね。このでも一社っていうと変なのかな、もう一つサイバーエージェントっていうのも何気にこう不気味な存在感示す会社ではあるんですが、サイバーエージェントはその元々のカリスマ性のある人たちをヘッドハンティングして囲い込む方式ですよね。昔からやってますよね。それでアメブロとかを立ち上げて、まあ、アメブロなんかもムーバブルタイプとかそのミニブログいろいろあると思うんですけど、そういうのを社内でまあカスタマイズして使いやすくしてみたいなことだったと思うんですが、それでアベマ TV とか、まあ、今軸足をちょっとこう、動画配信みたいに映してる感じですよね。進行中な気はしますが、あとニコ動なんかも見てると分かりやすいんですが、いろいろこうブツブツ書きましたけど、今日銀とか GPIF などが、すごく買ってまして株買ってますよね。でこうそういうことをに対する悪影響っていうのがあって、非常に国際あのプロパガンダのその受け皿として利用される危険性がある、まあ、危険性は完全にあるのは確かですけど、要するに国策ですよね。 NHK なんかも分かりやすいんでしょうけど、大本営発表みたいになる危険性があるっていうのは用心しないといけないと思うんですよ、思うんですが、いかがでしょうか。まあ、まあ、それとは全く別の流れとして、動画有料、こっちの方映しましたけど、ネットフリックスをはじめとするアマゾンプライム、ディズニーとかをはじめとする有料で配信するっていうのがありますよね。これも結構長い歴史あって、ネットフリックスなんかも私長いことウォッチしてますけど、まあ、昔で言えばこの何年前だろう、10年前くらいの話ですよね。 DVDs、まあ、クライテリオンなんかもありますけど、そういう日本でやってなかったサービスがやっぱり輸入されたなっていうのが実感ですよね。DVD レンタルをその、通販で行うっていうのが一時期あって、ツタヤなんかにもツタヤディスカスっていうのがありました。それがやっぱり動画配信がやりやすくなったんで軸足を移してる。ツタヤもでも閉店ラッシュですよね今。確実、アマゾンなんかも、アマゾンキンドルファイヤーっていうのはあって、それでこう刺しただけで見れちゃうんだから恐ろしい時代になったもんですけど、さて今後10年どうなっちゃうんでしょうか。
あと YouTuber についてなんですが、YouTube 今一番その熱いコンテンツだと思うんですが、ビジネスモデルとして言うと、野生のカリスマ、野良カリスマを見つけてくるわけじゃないですよね。見つかりたがる投稿をさせてることによって、その集客することによって人気者化することによって視聴率が上がる、視聴率が上がることによって、広告収入が、アルファベット Google の方に入るっていう仕組みであるんですが、カリスマ YouTuber っていうのは何パーセントとかの世界なんで実は少ないんで、その YouTuber もそのカリスマ YouTuber を目指すとかじゃなくて、裏の技術面とかその撮影テクニックとかを、開発する、あと人脈とかですか、人脈とかを広げることが YouTuber のメリット、もういろいろ書きましたけど、その野生でやってることなんでどうしても危険性が伴うと思います。住所特定とかそういうこと本当に怖いと思うんで、例えばウームっていう会社なんかは、そういうことの受け皿としてエージェントとしての業をやってるんで、まあなかなか侮れないと思いますが、結構 YouTuber さんでもそういうのやめましたとか平気で言うんだけど、そういうことじゃねえだろうって思いますけどね。意外と危険は危険ですから、そのメリットとデメリットをよくバランス天秤とって、今後に生かしてもらえればと思いますが、こんな感じでした。